ちは。こんにちは。どうも、カナブンです。カナブンです。カナブンです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。カナブン、ボーカルギターの谷口まぐろです。どうも。そして、はい、ドラムの小泉です。はい。ギターの古賀隼人です。ベースのマッシーです。はい、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは、はい、お元気でしょうか。質問がございます。はい、結成の経緯、うん、教えてくださいと。なるほど、経緯ね。16歳、うん、高校1年生の時に、うん、軽音楽部がありまして、そこで出会いました。うん、まあ、俺がバンドやりたいっつって、うん、で、こいちゃんが隣の席で、初めましてで、うん、で俺は入学初日からペンすら持ってきてなくて、うん、こいちゃんにペン貸して、うん、でそこから一緒に軽音楽部と、うんうん、でこの二人がここが幼馴染で、小学校から一緒なんですよ。うんうん、でそのこいちゃんがそのバンドに誘われたって言って、うん、まあ、バンドとか軽音楽部に誘われたって言うので、じゃあ俺も行こうかなみたいな感じで、こう芋づる式に行きまして、まあ我々ここ3人は初めて組んだバンドがカナブン、うん、でマーシーは、うん、そうね、もう高校2年生から2年生の時に、高校は別やったけど、うんうん、仲良くなって、うん、そこからずっとマグロとは一緒に住んだりとか、うん、ね、友達としての付き合いがすごく長く続いてたけど、うんうんうん、入ったのが、去年、去年です、うん、去年の4月に、2022年の4月にメンバーに入って、うん、まあ、今この4人で活動をしています。はい、はい、ナルトに関してです。ナルト、はい、ナルトを通じて本当に多くの海外ファンがカナブンを知りましたと。多分これを見てる、うん、ね、あなたもナルト、うん、お好きでしょ。そうですね、日本を代表するアニメですから、うん、まあ、ナルトに楽曲を提供された際のハイライトを教えてくださいって、まあ、思い出ですかね。あ、うんうん、最初はシルエットっていう楽曲をテレビアニメのナルトで、うん、担当したわけですが、うん、まあ嬉しかったね。うん、嬉しかった、うん、やっぱりごめんね、マーシーはまだその時期は関わってない。3人とも言うけど、小学生の頃から、うん、ナルトの漫画が、うん、まあ、始まりまして、うん、で、ね、めちゃくちゃ盛り上がってる時期にリアルタイムで見てたから、本当にあのナルトに携わることがデビューした時からの夢で、うんうん、まあ、それが叶って、うん、みんなで、うん、この会社でソニーミュージックで見ながら、うん、まあ、俺は思わず泣いてしまったけど、うん、まあ、あの感動はちょっと、なかなか味わえるもんではなかったから、すごい嬉しかったですね。まあ、マーシーも、まあ、見てはいたよね、そのカナブンを、うん、もうバーンってそれで、うん、すごい勢いでブームに入ったから、うん、いろんなところのテレビとかでも、うんうんうん、俺はその働きながらテレビを見てたりとかずっとバイトしながらバイトしながら、ね、ライブでめちゃくちゃ盛り上がるから、うん、改めてこの曲の素晴らしさとか、うん、自分たちにとっての存在感を感じてて、うん、まあ、ものすごくやっぱシルエット盛り上がって、そうかった、そうね、みんな日本語で歌ってくれたりとか、いま、うんうん、だにだからこの楽曲を出した時もそうですけど、今もものすごくフレッシュな感動を、うんうんうん、与えてもらっています、うん、はい、おおいろいろ嬉しい質問というか、うん、ナルトのゲームですね、うん、ナルティメットストーム4、うんうんうん、スパイラル、はい、スパイラル、うん、はすごく最高ですと。ありがとうございます。シルエットも、うん、最高ですと、うん、はい、まあ、こうやってナルトに関連したタイトル、ナルトに関連する楽曲を作る時のプロセスというか、そういうのを教えてくださいということですけど、まあ、俺たちとナルトの縁っていうのはちょっと特別でもあるからね、うんうん、やっぱり自分たちがリアルタイムでずっと見てきた漫画だっ
漫画でありアニメであるから、うん、実はそんなにこうプレッシャーを感じることもなくというか、うんうん、自然体で自分たちにとってナルトとかボルトとか、うん、そういう存在ってどうなんだろうって考えると自然と曲が生まれてくるっていう、まあ、他のねあのタイアップの時とか、うん、他の主題歌の時はまたちょっとこう原作を意識しながら作ったりするけど、うんまあ、割と今まで5曲か5曲一緒にやってますけどすごく自然体でやれてるの、まあ、これは不思議な、うん、なんていうかな、うん、親和性というかね、うんうん、でもあれや螺旋が そう、うん、結構そのそのナルトシリーズでやるときは風景だとかその技だとか、うん、そういうとこに着目してなんか弾くことが多くて、うん、その螺旋がの音を意識したフレーズだったりとか、うん、そういうのも作ったりとかしました、うん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 、唯一このバンドで螺旋が打てる打てました、はい、メンバーの皆さんもナルトの大ファンだとお伺いしてますと、はい、もちろんライブパフォーマンスをするときに、まあ、例えばナルトの曲をやるときとか、うんうんうん、どんな感覚ですかというか、まあ、ファンとして何かを考えたりするかっていう、うんうんうん、なんか俺さっきの話でもあるけど、うん、なんかその曲作るときにフレーズ作るときに、うん、そのナルトの中の風景だったりとか技とか想像するって言ったやんか、うん、それを想像しながら弾いてるときは多い。あ、うん、だから実際に頭の中でなんていうオープニングが流れてて弾いてるみたいなとかはあります、ね。うんうんうん、そのカナダとかインドネシアとかサウジアラビアの時の、うん、あの盛り上がりを目の当たりにしたときはもうそんなことを考えれなかったです目の前の人たちとつながろうっていう意識で、うんうん、海外公演をしたときは、うん、一番頭に浮かんだのは、うん、原作者の岸本さん。あ、岸本さんの存在、今までナルトの原作者の岸本さんとは、お会いしたり、うん、対談したりしてるんですけど、まあ、一個逸話というかダイバーという曲を作って、うんうん、でイベントで披露した時に岸本さんがこう涙を流しながら、うん、喜んでくれてる、うんうんうん、結構あの時のあの瞬間俺覚えてて、うんうん、だから海外でシルエットとかやってる時はもう岸本さんのことを思い浮かべる、うん、でもすごい連れてきてくれてありがとうだし、うんうん、あ岸本さんに見せたいって思う、うんうん、そうですね、そんなことを考えたりします、うん。ナルト以外にも、うん、僕のヒーローアカデミアだったり、うん、永遠の消防隊だったり、うん、最近では、ゾン100ですね、うん、いろいろアニメ楽曲手掛けていますけれども、バンドを始めた頃、うん、こんなにたくさんの素晴らしい作品と、携わっているバンドを想像していましたか、うん、こうなることを想像していましたか。してない、してないな、してない、絶対してなかった、してなかったでなかったね、うんまあうん、いいバンド、かっこいいバンドになりたいなっていうことは常々思ってたし、うん、イメージしてきたけど、うん、でもこういう、うん、アニメとこんなにも深く、うん、いろんなアニメとタッグを組むっていうのは想像しなかったね、うん、ナルトをやシルエットでナルトをやった時点でもまだこんなに次々とアニメと関われるのは想像しない、うん、なんかずっとナルトとは一緒にやりたいって思ってたやんか、うん、だからその想像はできてたんやけど、うん、でその他のいろんなアニメたちとやれるっていうのは想像できてへんかった、うん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 、そうね、不思議よね、めっちゃ不思議、なんかカナブーンとアニメ、うんうん、相性がいいんでしょうね、うん、はい、ミラーボール男が登場する、僕のヒーローアカデミアの主題歌スターマーカー、ミラーボール男、スターマーカー、ね、ミュージックビデオが、うん、この質問を書いてくれた人が大好きだと、うん、言ってくれてます、あれは面白いよね、
です、うん、やっぱあの人ダンプロのダンサー、プロのダンサーあのギンギラギンキラキラの衣装でもすごい、もう俺たちの目の前で踊ってくれたんですけど、あれは面白かったな、うん、ミュージックビデオのクリエイティブにはどう関わっていますかっていう質問なんですけど、まあ、基本的には、うん、あの監督の その時々の監督のこうしたいああしたいだったりとか、うん、まあ、僕たちを担当してくれてるディレクターの、うん、ディレクターと監督のコミュニケーションで、うんうん、その企画案っていうのが、うん、まあ、出来上がって、だから俺たちは、うん、今までいろんなあの大変な撮影とかもあったけど、やれって言われたら何でもやる確かにそうやな、うん、確かに感じです。今後ミュージックビデオで試してみたいコンセプトはありますか？なんか監督やったら誰かが、誰かがこの4人の中で誰かが、うん、まあ、こいちゃんはあるよね、まあ、一回やなんかパロディーやってるから、ね、パロディーやったから面白い感じやってもらったから、うん、どうする、監督するとしたらどういうビデオ作りたい？一回作ったのが 俺主体で作ったやんか、うん、メンバーみんなが俺に変わっていくみたいな、うん、だから逆にもう俺は出みんなをどう動かすか考えて作ってみたいかな、うん、作るんやったらその、あ、もうこいちゃんは出ない、そう演奏なしで、うん、もうあドラマ、そうみんな演技してもらう、うん、そうドラマ調、ね、ドラマ調で 作るんやった、何役それで、まあそのコンセプトによるけど、うん、一番目立たせて面白そうなのは古賀やね、古賀推し、うん、し、そう、まあマグロが演技すること多いから、古賀、うん、に一番主役になってもらって、うん、その彼女役、うん、彼女役ね、彼女でお父さん役って、なんで見守る、見守る、そうそうそう、なんかスカイダイビングとかさせたいね、あそうやな、はい、今後のプロジェクト、アルバム、ツアーなど、教えてくださいということですけど。まあ、日本では、秋から日本全国を回る47カ所あるんですけど、それ全部回るツアーを、まあ、5年前に一度やったんですけど、うん、今年10周年、デビュー10周年なんでそれをやります、うん、はい、リリースは、まあ、ゾーン100の主題歌の Song of the Dead があったりだとか、まあ、アルバムも作りたいなと思って、うんうんうん、っていうのを常に考えてますし、って言ったらすぐに作らされちゃうから大変なんですけどまあでもやっぱいつだってね、新曲作りたいなって気持ちはなんとかエネルギーは常にあります、うん、で海外ね、うん、行きたいんですよね、実は、うん、今年の終わりの方なんかな、 秋の方なんかな、うん、南米だったりとか、うん、いろいろお誘いもあったそうなんですが、でも、まあ、自分たちのちょっと国内のツアーがあったので、うんね、スケジュール的に行けない、うん、行けないんですけど、でも、うん、まあ、来年また、うん、行きたいですね、行きたい、行ったことのない土地に行きたい、うん、まあ、またね、サウジア、サウジアラビア、インドネシア、カナダに、うん、ただいまって、いや行きたいね、うん、言いたいですし、初めてのところも行きたいので、誰か誘ってください、お願いします、はい、はい、いろんな質問を一問一答形式でやりましょう、はい、うん、好きなアニメは、好きなアニメは、カウボーイビーバップ、子供の頃にドハマりしたアニメで、うん、とにかくオープニングがすごいクールで、うん、かっこいいね、わかるわかる、タラ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 、オープニングのかっこよさってあれですごく学んだような気がする、うんうん、本編もすごい、はい、好きなアニメはナルトは一番やけど、うん、オットタクシーっていうあれで好きです、僕その推理とか読み口がすごい好きなんで、うんうん、そのオットタクシーは素晴らしい作品です、はい、好きなアニメはロックでなしブルースアニメ化してたっけ、してるんや、してるんやそうなんや、いや俺、まあ、そうね、アニメ化漫画原作、まあ、なんていう、俺のあれ青春物語やから、青春物語男が熱く、まあまあ、あの拳で語り合う原作やなんで、まあストリートファイト漫画ね、そうですね、こちゃん好きやから、ね、うん、
じゃあ俺はそうですな、おじゃ魔女ドレミ。あ、これは海外の人知ってるかな、うん、おじゃ魔女ドレミの主題歌のおじゃ魔女カーニバルっていう曲があって、すごいな、あれはね、あれぐらいの曲を作るのが夢、うん、あれほどキャッチーで素晴らしい曲はこの世にないと思ってる、うん、今聴いてるプレイリストのトップにいるアーティストは誰ですか、一番よく聴いてるの最近。今は俺ハイブス、あ最近ニューアルバムが出たから、うん、それを聴いててすごいかっこいい、うんうん、結構前から好きや、うん、そうそう前から好きやけど最近出たから。どうですか、俺ワーツくんもめっちゃ聴いてる。ああ日本の若手です。この間対バンして、うん、もうそっからもうずっと聴いてる、うんうん、かっこいいね。こちら久石譲さん久石譲さんジブリ音楽そうジブリめっちゃ聴いてるの最近なんか、あの作り方素晴らしいなと思って、流れとか、うんうん、それのなんかオーケストラ版聴いたりとかして、うん、あの抑揚すごいなと思いながら、うん、意外やあんまりそのイメージがなかったから、イメージがなかった。そうそうそう、すごいファンタジックな、うん、めっちゃカナダでめちゃくちゃ聴いてるカナダのバンド聴いてるすごいやん。俺はなんかその2023年の今現在で、うん、そのプレイリスト一番聴いてるやつ、アーティスト誰かっていうのをさっき調べたら、うん、フーファイターズやった。あ毎年そうなんじゃないか、うん、まあ、でもフーファイも新しいアルバムが出たから聴いてます、うん、ね、ナルトのキャラになれるとしたらどのキャラクターになりますか。超人です。あ俺はもう絶対超人、うん、超人です。ほぼ超人やもんね。そう、超人になりたくて今こうなってるんで痩せろ痩せろ痩せろ太ってもならないから、ね、そう超人のどのキャラになりますか。俺はもうもちろんロックリーになりたい。もともと格闘技好きやし、うん、ちょっとやってたのもあるから、うん、あの俊敏さと、うん、あれが手に入れば、うん、ここは実は空手の有名な人です。昔やった、うんうんうん、マシュ俺は、うわね、むけどシカマルかな、うん、あの頭脳派タイプに憧れがあるね、うんうん、確かにあのどう何を考えてるんやろって知りたいよね。洞察力であったりとか、うん、参謀ですよ。参謀、ね、参謀キャラってかっこいい。じゃあ俺は、うん、誰になろうかな。ラーメン一楽の店主、店主、店主になろうか。まあ、でも多分ナルトなんだよね、うん、俺は、まあ、うん、自分を重ねてきたし、うん、カラオケでよく歌う曲は、ウルフルズかな、うん、ウルフルズ、ウルフルズ歌います。終了。カラオケで。それはあのサスケの青いベンジ。あ、サスケ、ああ、そっちか、あの、ナルトのサスケかな。サスケの、ややこサスケさんってアーティストさんの、その、青いベンチって曲をめっちゃ歌います、うん、はい。こいちゃん、俺は HY さんの手紙、うん、何回も聞いたの、こいちゃんの手紙、高校の時はずっと歌ってる、うん、大好き、うん、まあ、俺はアジカンやね、うん、俺はアジアンカンフジェネレーション、どの曲でも歌います、うん、はい。渦巻き派、内派派、うん、うわまあ、ナルトの選べへんな、これなんか実際に属すってなるとやっぱ属す属実際に暮らすってなると渦巻きそんな深く考えないの。そういうことじゃない。そんな深く考えない。大雑把にってこと。単純に、あの、ストーリーが好きだとか、うん、あ、まあ俺内派かも、うんうんうん、まあ、あれはあれでね、かっこいい、うん、兄ちゃんね、そう、あの瞳がかっこいい、うん、かっこいい、うん、シャリンが、うん、シャリンがあったりするもん。こいちゃんは、もう俺は絶対渦巻き、渦巻き、うんうん、俺も渦巻き、そうやな俺もね、渦巻き派、そうやな、服装的には内派、うん、そうやな、そう、髪型的にも内派だけど、やっぱ平和に暮らしたいな平和にこれは難しい質問です。カナブーンを一言で表すと、むずむずいの、うん、逆に言ってほしい誰かに、うん、カナブーンを一言で、カナブーンを一言で表すと愛、はい、なんもう何か言おうとしてる、カッコつけようとしてる。いやいや、けどなんかさ、やっぱりファンからも愛を感じるし、うん、で今俺らはもうすごく、うん、いろんなことに対して好きを表現してる、うん、そう、お客さんにでもし、うん、ライブとかもうそこに全部に関して愛を感じるなって、うんうん、まあそれは確かに、うん、一
一言で。俺でもまあ友達、うん、単純にもう友達から始まったバンドやしっていうので、まあ ね、うん、それがその関係性が、まあ、今も続いてるから、うん、一言で表せって言われたら友達って感じ、うん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 、友情とか、うん、友達やな、まあ、でも友達が俺も大きいかも。俺の上位互換だし、うん、まあ友達っていうのもあるし、うん、そのお客さんとの関係性も割と、うん、なんかアーティストとお客さんって感じやって近いと思う、うん、俺たち、うん、そう、寄り添う、寄り添うバンドやし、うん、だからそういう意味でも、うん、友情とか友達っていうのは多分合ってるんかなって、うん、確かに、うんうん、フレンズですね、うん、でも小ちゃんが言ってくれたようなその距離感、うん、そのファンとの距離感はなるべく近くありたい、うん、そのね、ロックスターには俺たちは、ね、うん、別になりたくもないし、うん、そういう、なんていうかな、崇められるような存在に、うん、なるつもりは一切なくて、でもちゃんとその聞いてくれる人、見てくれる人、ファンのそばにいつでもいる、うん、存在ではありたいから、うん、ロックヒーローですね、うん、俺たちがなりたいのは、うんうん、はい、これは何ですか。キャンディー、キャンディーですか。棒です。棒、はい、はい、棒です。これで、指差し棒、今から質問が来ます、うん、はい、それで、せーので、それに当てはまる人をと思う人を指さそう。 OK です。他だったら、せーので、こう、これ、こうやってみましょう。お、火影になれそうなメンバーは、せーの、考えさせて。火影になれそうなメンバーは、せーの、はい、あれ全員バラバラ、バラバラ。俺はこいちゃん。こいちゃんはマーシー。俺、マーシーが、マグロ。俺が自分やな。これはなんで自分なの、聞こう。え、だ、統治できそう。自分のもんや。多分他のメンバーやと、うん、多分統治できへんかなっていう。国を、自分やったら国を統治できると整理するのとかは割と得意やから。もいや、そんな規模じゃない。部屋の片付けみたいな。そのなんか人望とかは一回置いといて、うん、可能かどうか、うん、確かに人望は全くない、仕事できるかどうか、そのおかげのその、うん、事務作業事務作業できるかどうかで言ったら俺かな。ナルトよりラーメンを食べられそうなメンバーは、え、誰やろ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 、せーの、はい、イエス。体だけやんか、食べられそうなんやからね。俺替え玉できへんって言うけど。マジでラーメンで出来上がった、違う、体は怖いけど、実際のところめっちゃ食べるのってマジやん。俺、まあ、一番食べ量を食べるのはこう見えて、うん、人の前で食べるのはマーシーで、隠れて食べるのがこれ。隠れて食べへんの。ラーメンはそんな、うん、まあでも確かに見た目のイメージは一番食べそうだけど、まあ分かる。まあ、新しい音楽を見つけてくるメンバーは、はい、あ、うん、誰かな、あ、いきましょう、せーの、はい、あ、マグロかなって、マグロでも、まあ、確かにね、うん、まあ、そうね、よくこれ良かったとか、うん、これ聞いてとかおすすめしてる、そうそうそう、でも俺マーシーから結構、そう、ね、いや、そこはどっちかかなと思って、そう、どっちかやな、全然、うん、俺からも結構言うんで、うんうんうん、前だからあの送ってくれたポップパンクのプレイリスト、 あれこの間カナダの飛行機でずっと聞いてた。世界がゾンビだらけになったとき、最後まで生き残るメンバーは、せーの、お、分かれた、こが、俺、こが、こが、うちは先にやられそうだけど、いや、ずっと家引きこもってそう。あー、でも食料がなくなって悪かったら終わるから、いや、そのためにも、なんか用意してそう。すでに事前にゾンビパニックわかる、わかる。前もね、絶対ノウハウが違うもん。ゾンビ映画見てるべきも違うし、ここは俺たちはもう散々ゾンビ映画、ゾンビの知識や、知識がもう違うもんだって、ね、そう、ゾンビランドを見てるからね。ハウツーが、ハウツーがありますから。ガンダムをうまく操縦できそうなメンバーは、はい、ガンダムに乗り込んで、はい、ガンダムをうまく操縦できそうなメンバーは、はい、せーの、はい、
おおバトル。いや俺はガンダム好きやった。これはちょっと2人で、うん、あのどっちが受けそうかっていうのは、まあ単純に操縦うまいよ俺。乗ったことない。機械の操縦うまいから。ああ、だってフォークリフトの免許。フォークリフトの免許持てる。俺もあの普通車の免許持ってる。ああ、ダメです。俺マニュアルだから。小川は特殊免許持ってるからね。はい、はい、カナブーンはいつかワールドツアーをやるでしょう、うん、はい、やりたいやりたいやりたい、うん、そのためにも今いろんなところに行ったりしてるので、はい、僕たちを知ってくれてるあなた、聞いてくれてるあなた、うん、必ず会いましょう、はい、待っててください、よろしくお願いします、はい、じゃあカナブーンでした。